青番周回3コーナーから4コーナーに向かうところ、牽制が入って6番の谷口が前を取りました。そして後方となった2番の大西がここで動いていきます。人気の中心は2番車の大西。さあ6番の谷口が正攻法後ろを振り返っています。残り 800m で少しペースが上がりまして、まずは谷口突っ張って4番の落ちが中段に大西を迎え入れていきますか。3番の大家は車を下げての5番手です。前から一度突っ張って6番車の谷口、後ろからここで3番の大家がアクションを起こしました。ジャン前かましていって3番の大家、前では6番の谷口もペース上げてくる。さあここは谷口が先頭を譲りません。3番手の外、3番の大家、そして2番車の大西が中段の内です。さあ3番手こらえていって2番の大西がまくるタイミングを探していくか。最終の 1,2 コーナー中間地点に向かうところ、逃げるのは6番の谷口、追走が1番の金田。さあそして最終の2コーナー、ここで2番車の大西孝明がまくっていく。3番手からのまくりが決まっていって2番の大西が先頭に変わる。追走4番の落ちて人気を集めたこの両者ができりました。あとは切り替えるが1番の金田で4コーナーを回ってくる。先頭は2番の大西、大西先頭で踏ん張ったか、外は4番の落ち。